さあ、続きいきましょう。はい、前回の動画からかなりね、収録時間空きましてですね、ちょっと何していいかわからない感じなんで、今回リハビリ会かな。確かゲップを倒したんじゃなかったっけか。確かね、そうだよね。で、次どこ行くのって感じだけども、ああ、どうだったっけかな？自分の場所行ったっけか？あ、ちょっとわかんないね。もう完全に忘れちゃってるね。この、なんだろう、作りといい、構造といい。まあいいや。まあ行こう。多分、自分の場所的なのはどうだったかな？なんかこの近くにあったっけか？ちょっとわかんないけど、まあ思い出しながら行きましょう。今回はね。だらだら30分ぐらい。まあ、一本動画撮ればだいぶ思い出してくると思うんで、あれ あれだよね オッケーオッケー。だいぶ強くなってますからね、こっちもね。レベルも30だもんね、主人公ね。最高。こっちは、あ、行き止まりか。もうこの辺のね、こういう、なんだろうね、洞窟の構造もかなりね、忘れちゃってる。チューチューマシン、ネバネバマシン、レーザービーム、スーパーエアガン。これ武器だったっけか？ちょっとわかんなくなっちゃったな。まあいいや、普通に撃つでいいか。おお、外れるね。外れる。なかなか当たらない。こいつデバフうぜえな、結構。まあまあいいでしょう。まあ言うほどビビるほどの相手でもない。さて、どこに行けばいいんだったっけかな。まあヒントもらってもいいですけどね。ヒントもらって、まあそれでもいいですけど。ああ、勝手な。アーマーガエル。ああ、そっか。アーマーガエルってこれ、今気づいたけど面白いね、これね。ダジャレかよっていうね。アマガエル。アーマーガエルってか。どうでしたかな。橋がかかってたっけか、どうだっけか覚えてねえな。こっちから歩いてくるような感じだったっけか。全く覚えてない。オッケー。まあ基本的に A ボタン連打で、おっと、来ましたね。久しぶりの、はい、フリーズですね。ファミコンのソフト、なんだったっけ。月風魔伝と、あれか、悪魔城ドラキュラやってた時は、このフリーズってなかったんだけど、まあでも、あれか、ちょっとカクついたりとかはしてたかな。やっぱこのスーファミのソフトをやると、ちょっとあれだよね。処理が重くなったりするな。まあ、それだけ負荷かかってんのかな。はい。ちょっとね、見にくいかもしれませんけどもね。なんとかお付き合いください。チャンネル登録1000人ね、突破して収益化したら、記念にね、ちょっと新しいパソコン買おうかなと思ってます。はい。まあ、1000人いったところではね、収益なんて大した、金額もらえないと思うんですけど、まあまあ一応ね、一区切りということで。あれ、こっち、あれ、どうだったっけ、覚えてねえな。大丈夫か、こっちから来たって感じかな。多分橋があったと思うんだよね。橋が壊れてて、じゃなかったっけ、違ったっけか。あれ？それ 記憶違いだったか？ごめんなさいね。ちょっとリハビリ。今回リハビリ会なんで、ちょっと、まあこの辺の探索で行きたいと思います。OK。マジックバタフライいるからな。ちょっと魔法使ってもいい気もするけども。OK。いやー、しかし、主人公がね、最大火力、このチーム1の、あれ？粉砂糖ってなんだこれ。
説明。食べ物に、ああ、粉砂糖か、砂糖か。あ、はいはいはい。あの、何言おうとしてたんだっけ、最高火力を叩き出せるのが主人公なんですけど、まあ、それプラスこのヒーラーも兼ねてるっていう、これがなかなかにね、ちょっとね、大変。OK。まあまあまあ、とはいえね、この女の子名前なんつってたっけ、こいつ、あ、パッツンが、まあ魔法で最高火力出せる時もあるからね、まあ、まあ物理は主人公、魔法はパッツンって感じだけど、あ、違うな、こっち行くとゲップの、あれがあったんだっけか、あ、なんかそれっぽいな、ゲップのアジトがあったのがこっちだったっけか、橋はかかってなかったっけか、ってことは歩いて戻らなきゃダメってことか、そういうことだよな。ちょ、ワニ強えな、おい。ワニ強いね。OK。よしよし。おっと、倒しきれない。いや、普通にまだ敵強いね。こっち、かなりレベル上がったと思ったけど。強いわ。確かそうだと思ったんだよな、こっち。わー、ワニだらけじゃん。いいや、必殺使おうか。必殺技。背負い投げいきます。魔法も使ってこう。全体がいいな。敵一列。敵一列。OK、いいね。いいね。いいですね。いい火力だ。俺の背負い投げを食らいやがれ。オッケー、よしよし。まあでもこんな戦い方したらあっという間に息切れしちゃうからね。粉砂糖がやたら手に入るな。まあまあまあ、レベルも上がる最高シールドまた覚えたぞ。ちょっと待てよ。確かこっちそうだよね。あの滝の裏にゲップのあれがあった気がした、アジトがあった気がしたから、どうしたらいいんだろうね。やっぱ、さっきのあの洞窟みたいなところを通って戻るしかないのかな。どうしようかな。まあ、動画外でこの辺調べとけよって話なんだけど、まあ、あえて調べませんでした。まあ、あえてって言ったらかっこいい、かっこいいか、かっこいいかどうかちょっとわかんないけど、まあ、かっこつけましたけどね。ただめんどくさかっただけなんですけど。まあまあまあいいでしょう。許してくださいよ。のんびり行きましょう。いいね。この複数攻撃ちょっとどんどん使っていきたいな。よしよし、いいね。パッツンはもうどんどん魔法を打たせてもいいかなとも思うね。いや、敵がちょっとすごい。多いね。さあ、もうなんだったら次なる、あれですよ。魔法。次の段階の魔法も欲しいぐらい。OK。よし、一発。いいね。どうしようか。かな、土星さんとこでちょっと情報広げるか、情報回収しとくか。もうだいぶ忘れちゃったからね。なんかあるんじゃない。ゲップ倒した後だから、次どっか行けとかね、まあ、なんかヒント的なのあるかもしれない。まあちょっと探しに行こう。ヒントをね。まあ宿屋にも泊まっていきますけど。はい。さあ、戻ってきました。この曲がまたなかなか
いいよね。ちょっとコミカルな感じのね。いいよね。すごいや、僕らはいつかお礼するです。あ、ゲップ倒したことにかな？そんな大したことはしておりませんよ。まあ、300万ぐらいで、金一封300万ぐらいで、はい、いいですよ。世の中金ですよ、金。さあ、ここにお医者さんだな。こっちはやったね、一応いい名前だね。僕たち名前ないんだよ、みんな同じ。名前がないっていう文化。生きててよかった。あ、ん？よかった。よーかった。すげえ読みにくいんですよ、この文字。なかなか集中しないといけないというか、なんか難しいことを考えよう、これからの僕は。いや、ちょっと何言ってるかわかんないね。難しいことを考えると。あれ、どうやって上行くんだっけか。あれ、行けないか。上には行けなさそうね。あ、こっちから行くのかな。物をあげます。命のうどんあげます。おー、ラッキー。これ、クワガタムシあげません。嘘です。もうないです。クワガタ？もうないです。380ドルは、あー、いや、いらねえ、いらねえ、いらねえ。3分待ってよかったら、また3分待ちに来たが、そうでもないか。なんでこりゃ、もう怖くない。いいですね。恐怖を乗り越えた、土星さん。やはり恐怖を乗り越えた時、あれだよね、成長を感じるよね。ここは、お店か。はい、ちょっとカクついてるかな。またパソコンに負荷がかかってるような感じがするんですが、強行でいきますよ。おかげさまでランランランだ。面白いね。みんな帰ってきたよ、ブーブー。あ、温泉あったね、そういえばね。コーヒーを飲んでてください。あ、いや、前飲んだ。なんか長かった気がする。これ。温泉に入って体についたゲロを落とせ。なんか落としたような気がするな、問題なし。あ、こうか。はしご長くした温泉に来られた。いや、じゃあこの温泉ゲロまみれじゃねえかよ、これ。こっちの穴ミルキーウェル。ミルキーウェル。ミルキーウェル。なんかラブホテルみたいな。わー、なんかいっぱいいるな。あ、この先あれかな？自分の場所かな？あ、ちょっとフリーズしましたね。はい。この先、それっぽいな。多分、いけないキノコ。ランブーブ。強い歩く目。キノコ系先に倒したいね。あー、ちょっとフリーズしたり。重いけど、我慢してくれ。頑張ってくれ。視聴者さんも頑張ってください。あー、毒なっちゃった。毒か。毒なったり、寝たり。なんか、ここ来て、あれだね、デバフだったり、状態異常が結構うざい。なかなか大変だな。グッズ、毒消しなんてないよね。ないですよね。クワガタムシ。クワガタムシ、土星さんのコイン。戦闘時投げつけると敵が驚き動きが止まる。いわゆるその他装備。身につけると防御力が上がり、ラックも上がる。お金では買えない。なるほどね。非売品か。はい。毒消しってのはないから、じゃあもうヒーリングで直すしかないな。アルファで治るか。どうだったっけ？忘れた。あー、ダメか。ダメか。あ、オッケー。あ、キノコも鳴ってるね。あ？うん、キノコも鳴ってるな。これめんどくせーっすな。キノコってね、めんどくせえのよ。いろいろめんどくせえのよね。おい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 、マジかマジか。いや、間に合わねえな。ダメだ。混乱、ただ、あれか。
混乱的な感じもあるのか。不思議な気持ち。めんどくせえけど、これ戻るしかないね。これキノコ直さないとダメだわ、俺。めんどくさ。多分でもね、この先にもしかして自分の場所があるんじゃないか。ちょっとお医者さんとこ、遠いな。このはしごの上にお医者さんね、置いてほしかったけどね。またこれうまく、あれだわ、マップがね、できてますよ。キノコ直してくれ。はい。あーすげえ、でもこれ無料で、無料で直してくれるんだ。ちょっとガリガリ君回復したいね。まあせっかく戻ってきたから宿へ行こうか。はい、はい、あざーす。はい、あざーす。最高。よし。ちょっとパソコンに負荷かかってますね。エンコードが高負荷ですって、なんかあれだね、キャプチャーボードにちょっと出てますけど、表示されてますけどもね。まあとりあえずこの動画1本は無理やりいけます。次ちょっと画質下げるとかしないとダメかな。どうかな。あんまり下げたくもないんですけどね、見にくくなるんで。よし。いやー、キノコはちょっと振り切りたいね。キノコは振り切りたい。よし。こいつ一体だったら大したことないでしょ。OK、ナイスー。 OKOK、またレベルが上がった。なんか魔法覚えねえかな。覚えないか。この先にいるんでしょう、あるんでしょう。ないか。敵どうしようかな。歩く目から倒すか。外れるね、外れるね。シールド、サイマグネット。これは PP 持って帰れるやつ。これ何気に腹立つんだよね。うわぁ。主人公ちょっと外したくねえな。攻撃外したくねえな。オッケー。よし。アルファでもいいか。よし、満タンになった。この先に、あー、ちょっと待って、いるじゃない。マジックバタフライが。前回まで持っていくか。はい、オッケー。いいですね。蝶に癒してもらいましょう。癒しの蝶ですね。さあ、この先に何があるのか。多分来てないっすよね。来たかな。ちょっと前までのね、前回までの動画まで、ちょっと何やってたかって全然覚えてないからね。多分自分の場所的なのが、ほら、宝箱あるってことは、安らぎのコイン。安らぎのコイン、これも多分あれだよね。その他装備だと思うんですけど、土星さんのコイン、ディフェンスめちゃくちゃ上がるな、安らぎのコイン。土星さん、まあ、HP 低いからね、土星さんのコインでもいい気もする。粉砂糖、これちょっと邪魔だな。安らぎのコイン。これなんか、耐性ありそうな気がする。何かに耐性ありそうな気がする。安らぎ、上がるね。つけときましょう。かなり、ああ、やっぱりいた。こいつだわ。さあ、どう戦うかって感じだけど、やっぱバフでバフはしっかり打っときたよね。よく来た。ここは3番目のお前の場所だ。しかし今は私の場所だ。奪い返せばよい。できるものなら。
シンプルザベースト。奪い返してる。おお、いるね、いるね。ちょっと待って。背負い投げ、フラッシュ。催眠術、パラライシス。なんかこの辺がね、結構効いたりするからな。シールド打っとくか。でも敵一人だもんな。敵全員にパラライシス、催眠術。ちょっとこの辺使ってみるか。パラライシス使って、サイマグネット、サイコシールド。サイマグネット、サイコシールド、ちょっと打っとこう。ちょっと脇から倒していこうぜ。大丈夫か？効くかな？おーおー、しびれた。いいんじゃない？あれ、しびれ、ダイヤモンド状態。勘弁してくれよ。これベータで治る？ちょ、待って、使わされだよ、これはもう。治らないんじゃねえか。マジか。マジかよ。いやいや、困ったね。あれだわ。開始2ターンかそこらで、魔法キャラ封じられちゃったね。まあ、とりあえずはいいけど、主人公これ必殺また打っちゃったらさ、回復できなくなるのよな。殴り合うか？チェックできる？ああ、ファイヤー、まあ、ファイヤーか。いや、魔法ちてえな、こうなると。もうあと殴るしかねえわ。よしよし。もう攻撃外れることを祈るしかねえな、もうこれ。オッケーオッケー、いいよいいよ、もう。どうぞどうぞって感じで。どうぞどうぞって感じだよね。ちょっと回復しとくか。ライフアップ、アルファで我慢してくれ。ガード。よし。よし、ナイスナイス。押し切れ、押し切れ。押せ、押せ。よしよし、いけたいけたいけた。オッケー。わあ、経験値すごい。さあ。ダイヤモンドになっとる。パッツンがダイヤモンドになってる。なんかスタンドみたいな感じになってるね、これね。こういうスタンドありそう。ガリガリのスタンドみたいな。はい、ちょっと雰囲気ぶち壊さないようにね。この自分の場所をね、堪能したいよね。はい。おお、治った治った。よかった。一応は遠くにママの声がしたように思った。思いやりのある強い子に、と聞こえた。はい。またここでフリーズすると。はい。一応の持っている音の石がミルキーベルの音を記憶した。はい。OK。なんか泉からこう水がね、湧いてきてて、なんか癒しの空間って感じがするね。ちょっと音の石使ってみます。はい、いやー、いいですねー、いいですね、このね、楽しみだね、全曲揃うのがね。なかなかに、なんか心震えるというか。おお、逃げる逃げる。逃げますけども、戦いましょうか。逃げますけども戦いましょう。よし、行ってこい。ヘイ、ナイス、いいね、ナイス。はい、オッケー。いいね。ブッパーやっぱ気持ちいいね。はい、ちょっと処理が重くなってます。多分ね、画質変えてはあんま変わらないと思うんですけどもね。ちょっと重いね。ちょっと重い。ごめんなさいね。オッケーオッケー、戻ったかな。かなり、でもまだ安定しないかなって感じで。まあ、こいつら倒していって、まあ、経験値稼いでもいいんですけど、まあいいや、今ちょっとパソコンの処理重い状態なんで、さっさと戻ってセーブして、一回動画区切ろう。
はい。はい。収録段階ではですね、そんなにこの、どうだろう、カクついてる感じはないんだけど、おそらくこれかなり動画にするとカクついてる可能性がありますので、まあ、見にくかったらね、本当に申し訳ないです。申し訳ないですけど、今回強行でアップします。まあ、いつも強行だけどね。はい、アップします。OK。よし。まあ、しょうがないから画質下げるか。どけどけい。いいね。この常にこの配合を取れてるっていうのがいいね。まあまあ、主人公必殺使うまでもないか。いやいや、必殺使って一旦で仕留め切ると。はい、OK、ナイス。ナイスナイス。ガリガリ君。ガリガリ君も30歳になりました。さあ、戻ってきました。じゃあ、とりあえず今回はですね、まあ、宿屋泊まってセーブして終わりたいと思います。はい。で、次回はじゃあ、ちょっと画質下げて動画をもう一回撮ってみますけど、まあ、ちょっとどうかな。変わってくれればいいんですけど、パソコンもね、もうだいぶなんていうか、低スペックなパソコンなんでね。相当ガタ来ておりますんでね。もしかしたら画質下げるだけでもちょっとどうにもならないかもしれませんけども。まあまあ、とりあえずは、一縷の望みにかけるというか。はい。ということで、今回はここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。